任せろ。この先立ち入り禁止？なんだろこれ。なんだか不思議な感じのする場所ね。なんか面白そうじゃん。入ったらやべえかな。な、そこはやめとけ。その先は宇滝だ。書いてあんだろ。宇滝？簡単に言や琉球時代の信仰の聖地だ。神が住んでるとか訪れるとかでな、今でも地元の人間は大切にしてる。むやみに入ると怒られるぞ。へえ、そんなのあんのかよ。てかよく知ってんな。まあ土地のことを調べておくのは捜査の基本だからな。もっと褒めていいぞ。じゃあこの島には琉球時代から続く伝統的な風習が残っているんですか？ああ、人知を超えた者への畏敬の念ってのはそうそう消えるもんじゃねえ。お前らも神様を怒らせる趣味はねえだろう。おとなしく戻るんだな。ネットで調べてみたが特に何かがあるわけじゃないんだな。私には海岸にある岩の形や波の音や海の中にいる生き物の方がずっと興味深い。人はそれぞれが持つ価値観で何を心に留めるかが変わる。お前にとって何でもない場所でも別の誰かにとっては聖地だったりな。価値観か。すまん。お稲荷の腹時計は今日も正確だな。まあでもさすがに腹減ったわ。海で遊びまくったし。それじゃあお待ちかねのバーベキュータイム行っちゃう？わーよ、肉祭り in 沖縄だぜ。カレーも忘れるな。ルブランカレートロピカルスペシャルな。バーベキューと関係ないし、フェリーでもカレーだったわよね。望むところだ。南国の白い砂浜にはカレーこそがよく似合う。全然意味わかんねえけど、お前らマジでカレー好きだな。なあ、さっきはありがとう。海の中を案内してくれてとても神秘的だった。 AI には見ることができない光景だ。心が弾んだっていうのか。私に心はないのにな。気を使わなくて大丈夫だぞ。ただの事実だ。だが理解していくことはできる。さっき海の中を見てそう思った。隣にはお前がいて、そして怪盗団の仲間がいて楽しい。そうだ、これが楽しいということか。そうか、また一つ感情を学んでしまった。記録、ソフィアは楽しいを学習した。おーい、またかよ。お二人さん、さっさと肉食おうぜ。肉肉うまっ。ちょっと、そのお肉私が狙ってたのに。今日もカレーがしみる。この流れならば明日はカレーうどんでどうだ。どの流れだかは置いといて、油揚げも入れてお稲荷カレーうどんな。でも出発してからずっと美味しいもの食べてばっかり。旅先だとつい食べ過ぎたりするわね。ちょっと気をつけないと。え、誠なんて超スリムじゃんね。え、褒め言葉として受け取っておくわ。なかなか稽古したりする時間もないんだけど。つか別に太ってもいいんじゃね。その方が体重乗った突きとか打てそうだし。試してみる？いや、ちょ、待って。you
した？善吉、もう食わねえのか？ん？いや。何かあったの？何でもない。だがそろそろ片付けとけ。明日に備えて早く休むぞ。はーい。おい、お前ら、ちょっと気になることがある。どうしたんだよ急に。いいから静かに聞け。あのな、どこに行った？探せ！主様の聖地を犯した罪人を許すな！おい、どうなってんだ？あいつらヤバすぎんだろ。ああ、善吉が気づいてなかったら危ないところだった。聖地を犯したって言ってたけど、何のこと？え、だけど私たち入ってないよね。もしかしてあの研究所のことか。研究所の入り口に間違いなしめ縄があっただろう。確かに。そして俺たちはそれをくぐり中に入った。いやいやいや、なんで研究所が聖地なんだよ。聖地だとしたって入って殺すってなる？目とか普通じゃないし、あんなのどう考えてもおかしくなってるとしか思えないんだけど。もしかしてこれって。じゃあこの島にもキングがいるってことか？でもジェイルはないって言ってたよな。ああ、ジェイルの匂いはしない。だが、嫌な感じはすると言っていたな。この状況、海神の影響としか思えないが。でも、襲ってくるなんて今までなかったよね。もしかしたら、ソフィアにも感知できない何かがあるのかも。どうする？ここにいてもいつか見つかっちまう。研究所ってつか島の連中がいるんじゃ。いや、案外それがいいかもな。どういうことだよ、おっさん。奴らにとってあの研究所が聖地ってんなら、それだけ重要な場所ってことだ。孤島で逃げ回っててもいずれ自利品になる。だったら原因を潰した方がいいだろう。原因ってジェイル？だがジェイルは。ああ、ジェイルはないかもしれん。だが何かが見つかるかもしれん。このままここに潜んでいるよりはいいと思わないか？そうだな、わかった。研究所へ行ってみようぜ。いやいや、どう行くんだよ。絶対途中で見つかるだろう。だから見つからないように行くんだよ。お前ら怪盗団だろう。いや、それは認知世界での話であって。こうなりゃ腹くくれ。俺も一緒だ。気合い入れてついてこい。
ないよね。ああ、今のところ気配はないが。意外だな。島民が見張っているかと思ったが。いや、待て。足音だ。隠れろ。何してるのかな。ここからじゃよくわからないけど。こいつはチャンスかもしれねえな。幸い相手は一人だ。捕まえれば何かわかるかもしれねえ。大丈夫だよ。ここはプロに任せとけ。おっさん一人でやる気かよ。訓練は受けてるから安心しろ。お前たちは誰か来ないか、ここで見張っててくれ。おっさんがなんだかかっちょいいぞ。すみません。貴様、主様の聖地を犯したな。もっと、急に転んでどうしました。またかよ。思いっきり投げ飛ばしてたじゃねえか。いやいや、正当防衛だろうが。さすがは公安といったところか。おい、こいつを見てみろ。今朝見た張り紙ですけど。よく見ろ。18日が19日になってるぞ。こうやって研究員が戻る日程を引き延ばしてやがったんだ。なんでこんなこと。おそらく研究所を調べに来たやつを島に足止めしとくためだ。明日戻ると分かればその日はこの島で過ごすだろう。そして夜襲を仕掛けるって寸法だ。ここの秘密を守るためにな。小賢しい真似を。さてと、こいつを調べねえとな。改心されてんならスマホとエマが。お、発見。うん、やっぱりエマは入ってるな。それとフレンドは一人だけ。産方修造。もしかしたらその産方ってやつが沖縄のキングかもしれねえな。キーワードはどうだ。キーワードはさすがに。え、ちょい待ち、変なメール残ってる。エマシステムモニタリングのお願い。エマのモニタリング。うわ、キーワードまで書いてあるぞ。オペレーションオラクル。送り主はわかるか。知らないアドレスだな。研究所からか。こいつらは皆研究所からエマのモニタリングを依頼されていた。どうする。これによるとキーワードはオペレーションオラクルだ。ここが改心された人にとって聖地ならジェイルと関係がある可能性は高いわね。でもよ、ここにジェイルはねえはずだろ。だよなソフィア。わからない。少なくとも匂いは感じない。そうだな。ダメならそれだけのことだ。もしここにジェイルがあるならキーワード入力で移動することになる。お前ら準備はいいか。やってみるしかないさ。覚悟はできている。今は異世界の方がまだ安全かもだし。よし、なら。エマ、産方修造に友達申請だ。キーワードはオペレーションオラクル。やっぱダメか。待て、ジェイルの匂いだ。急に周囲からジェイルの匂いが。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。ここは研究所なのか。だいぶホラーだな。嫌な予感しかしないぞ。クイーン、どうしたの。え、何。別に平気よ。いや、声引きつってし。うわっ。逃げらせんなよ。なあ。
何？お前らってそういう。友達です。やっぱりここにはジェイルがあったみてえだな。じゃあさっきの産方っていう人がキングってことだよね。でもどうしてソフィーが感知できなかったんだろう。今まで眠ってたのかもしれない。眠っていた。キーワードを入力した途端ここが目覚めたみたいに感じた。それってスリープ状態みたいなものか。新しいパターンだな。大変な状況のようですね。この地で待つのは人ならざる者。彼女はここで。いえ、やめておきましょう。私の役目はあなた方の行く末を見届けること。あくまで自分たちの目で確かめてください。さて、ここへお呼びしたのは新たな処刑の用意ができたことを伝えるため。ペルソナの集団処刑、三神合体が執り行えるようになりました。三神合体ではより強力なペルソナを生み出すことができるでしょう。うまく活用して今後の戦いに備えてください。それではごきげんよう、トリックスター。ではご武運を。お、どうしたよ。とにかくよ、島の奴らが改心されてんなら願い取られてるってことだろ。さっさと取り返して元に戻そうぜ。でないと俺らが危ねえ。そうだな。まずはそのアリカを探し出そうぜ。やっぱ夢じゃねえよな。頭がどうにかなりそうだ。悪いが俺はここで留守番してるぜ。この世界のことはさっぱりだからな。ああ、私たちに任せろ。こっちはシャドウ退治のスペシャリストだ。ねえよ、大人なめんな。ちょっと待って、ソフィー。奥から誰かの声がする。声ってどういうこと。誰かが呼んでる気がする。確かめに行ってくる。おい待て、ソフィー。うぞ、ジョーカー。よし。あいつ、いきなりどうしたってんだよ。声がすると言っていたな。とにかくソフィーを追いかけるぞ。頼む。任せて。なんなのここ、めっちゃ不気味なんですけど。メイン、大丈夫？大丈夫よ。早くソフィーを探しましょう。待って、何かあるわ。これってボイスレコーダー？とりあえず再生してみるか。この計画は研究者にとって、いや人類にとっての悲願。全ての試験者に開始による幸福を。ジェイルシステムが完成すれば人類は苦しみから解き放たれる。さあ祝杯をあげよう、この壮大な計画と人類の栄光に。エマを利用すれば必ずやそれが叶う。エマ、それに改心って。やはり一ノ瀬の言ってた通り、エマはここで何かされていたらしい。ジェイルシステムとも言ってたよね。ここで研究していたものが読めてきたな。
ええ、確かにそうとしか思えない内容ね。とにかく今ここで考えてる暇はない。まずソフィーを追うのが先決だ。だね、急いで追いかけよう。たくあのバカ、一人で勝手に突っ走りやがって。暗くないか。一層不気味な雰囲気だな。何が待ち構えているのか。視界が悪くて危険だ。ソフィー、いた！ソフィー！ソフィー、よかった、無事で。すまない。声がしたとか言ってたよな。正体は分かったのかよ。いや、ここで聞こえなくなった。俺たちには何も聞こえなかったが、ソフィーにだけ聞こえたの？不思議な声だった。私と似ているような。それに私の名を呼んでいた。もしかしたら私のことを知ってるのかもしれない。ソフィーのことを？私は人の良き友人になれという命令以外何も覚えていない。みんなと旅をしていろいろなことを知ったが、自分のことは今もわからない。それがわかるかもしれないと思ったらいつの間にか追いかけてた。心配かけてすまない。ありがとう、ジョーカー。ソフィーが何者か、その答えはここにあるかもしれないぜ。え？どういうことだ？前から疑問だったんだ。ジェイル、エマ、ソフィー、この3つに繋がりはないのかってな。我が輩たちはジェイルでソフィーを見つけた。そのジェイルにはエマって AI が関係していて、ソフィーも AI だ。これが単なる偶然なわけがない。何か関係があると我が輩は見てる。だからジェイルを調べていけばその答えにもたどり着くんじゃねえかってな。なるほど、全ては繋がっているか。それに我が輩にはソフィーの気持ちが少しわかる。自分が誰かわからないってのは本当に辛いからな。謎の声の正体突き止めに行こうぜ。そうね、ソフィーのためにも。みんなありがとう。んじゃ、ここの目的が二つになったな。一つは願いを取り戻して島の連中を戻す。そんでもってソフィーを呼んでるって声の正体を突き止める。うん、両方やろう。依存ない。仲間を助けるのは当然だからな。よし、改めて怪盗団出発だ。向こう側シャドウがいるぞ。慎重にな。目立たない。速攻でやりましょう。小賀さん、おねみに染みたでしょ。楽勝楽勝。じゃあこの調子で行こうぜ。シャドウがいるぜ、気をつけろよ。
よし、出てきなさい。どうしよう。一掃しましょう。やってしまえ。はい、終わり。余裕だな。顔に書いてあるぞ。よし、どんどん行こう。お、気になるものがあるな。やっ。シャドウ、いないみたいね。やばい奴がいるな。気をつけろ。なんだよね。そのはずだな。設備を見るのまるで人体実験場だな。人体実験。ここのキングが現実の研究所をそう認知してるってことになるが。ち、胸クソ悪いぜ。コンテナがたくさん。何が入ってるんだろう。人一人は優に入れる大きさだな。いたぞ、奴らぞ。ヘルトラ。やっ。ピッチも打尽。いいお見事。さすがの頭脳プレーだ。私も負けらんない。やっ。一掃しましょう。え、まだ来るの。やっ。せいこの敵、物理が効かないぞ。やっ。まだ、オッケー。弱点をついたな。ガチだ、ファンサー。まだいけるぞ。
強そうなのがいるな。わかるぞ。ボイスレコーダーか。聞いてみましょう。研究所の謎が解けるかもしれないわ。ウムカタ所長、もうやめましょう。こんな実験危険すぎます。それがあの方からの命令だ。実際に人間でテストしなくてはシステムは完成しない。ですが実験に島民を巻き込むなんて。やっぱこの島がおかしくなったのはここの実験のせいかよ。産方所長と言っていたな。一人はキングの産方修造ということか。あの方からの命令。願いを奪われた人間がどうなるか所長もご存知でしょう。すでに認知世界を利用し様々な問題を解消している組織もあるらしい。我々が遅れを取るわけにはいかん。この計画がなれば理想の社会が実現するのだ。私はあの方の命令に疑問だと思っていない。人を奴隷にするシステムの先にどんな理想があるというのです。この計画は信託なんかじゃない。兵器、いやそれよりずっとおぞましいものだ。おぼろげだが全容が見えてきたな。ああ、この研究所じゃジェイルの研究や海進の実験が行われていた。その実験に島の人たちが利用されていた。モニタリング云々ってメールもあったしな。信託とも言ってたね。それがオペレーションオラクルのこと。でもそれとエマがどう結びつくのかしら。謎だな。エマの役割は一体何なんだ。それに所長って人が話してたあの方っていうのも気になる。おそらくはこの事件の黒幕。いよいよ尻尾見えてきたってか。とにかくまずは願いだ。ソフィーの言う声も気になるしな。先に進もうぜ。
あのシャドウ強そうだね。